こんにちは、ヨドの喫茶です。今日もロマンスを見ていきましょう。で、前回でお話ししたように開幕戦からですね、早速、見ていきましょう。高速試合でいいかな。で、開幕オーダーはこんな感じで、開幕投手は山下投手で、で、去年ブレイクを果たした中山選手をもうスタメンで使っております。で、竹岡選手、長岡選手、浜田選手、キブレハン選手に関してはね、ちょっと新しい助っ人を今探しているところです。ただまあ今年ね、やってくれるんじゃないかなと。で、ルーキー鈴野、で、内山選手と七野という風な形のオーダーになっております。正直ね、もうちょっと見たい内野手とかいっぱいいたんだけど、まあこんな感じでね、やっていきましょうかね。で、海外留学に行かせている組は、2週間ちょっとで、なんか帰ってくるみたいですね。いや、本当に早い。さて、今年こそ、最下位はそろそろ脱出したいかなっていう思いがあるよね。さあ、大事な開幕戦だぞ。あら、大量失点しておるわね。あら。あ、でも打ってる。去年の課題だった、ヒンダが解消されてる。残念ではあったけど、ただまあ、善戦したんじゃないか。いっぱい点取ってる。逆に先発の山下投手が誤算だったね。5回5失点か。まあまあ開幕戦だからね、まだまだね、シーズン長いんで、こっからやってくれると信じております。あ、で、近藤投手の表記を2人とも、下の名前も出すようにしております。で、野手の方は、中山選手2安打にフォアボールいいじゃん。中岡選手はバント1個。はい、長岡選手が猛打賞。浜田選手も打点付きで2安打。はい、キブルハン大賞出されてるね。いや、いいんじゃない？で、期待の鈴野くんは、まだプロ初安打ならずというところが。内山選手がすごい4つ出塁してる。打点も稼いでる。で、七野はなんかファーストの守備につかされてるね。で、まあ、ヒットとバントと、ああ、いいんじゃない？で、代打太田選手フォアボール。はいはいはい。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？野手の方が期待ができますね。今年こそ最下位を脱出したいんだ。ほんじゃあまあ、また日程をがっつり進めていきましょうかね。2週間ぐらいやったら、海外留学組が帰ってくるんで、あら、メガホンが、またメガホン開発できるようになっちゃったのね。もうメガホン開発しちゃうかな。あ、新外国人見つけてきたらしいね。あ、でも、キブラハン選手活躍してるみたいよ。あ、帰ってきた。よし。待って、中山選手がスランプだと、それは良くない。スランプなのに無理に試合に出すほど、良くないことはないんで。あ、これはスランプですね。そしたら、帰ってきた深江を見よう。あれ？もう、守備も上がってるけど。あれ？深江俺、留学に出したんじゃなかったっけ？違ったっけ？多分深江だよな。まあ、打力がだいぶ違うわ。E から D になった。見栄えが良くなってるね、打力の。あ、海外留学でやっぱり深江。ほう、なるほどね。いや、守備の人だね。中山選手なんで、外野誰か入れたいなと思ったけど、外野手、まあ、あとお前、見栄えだいぶ良くなったな。ダイソー要員で、外野もそう、正直守備外野して、はい。外野守備とダイソーとでいるんで、もう速攻もじゃあ深い上げとくか、ここはな。他に、なんか、調整中の人はいらんかい？いらんかい？いないかい？いないね。そして、藤木だったっけな。そうだな。いや、だいぶ見栄え良くなったな。コントロール爆上がってねえか。変化球も、レベル上がってる。
これは楽しみだな。使いたい。藤木使いたいな。使いたいんだけど、あ、ちなみに、ローテーションこんな感じで組んでます。あらあらあら。ミソタが頑張ってる。あら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 。まあまあ、もうちょっとね、様子見てって感じかな。皆川どうした？撃たれてんな。全体的に撃たれてんな、今年。よし、じゃあまあ、もうちょっと、あ、違う。あとはあれだ。助っ人をなんか見つけてきたっつってるな。コリンズ。あ、パワー D。いやー、コリンズさんはいいっすね。あ、ちなみに、キブラハン選手、なんか活躍してたみたいだけど、どんな感じなんだ？キブレハン。そう、4割近く打ってら。すげーな。これ今年はね、やっぱやってくれると信じてましたからね。じゃあ日程進めていこうかね。交流戦ぐらいまで行って、考えましょう。あらあら、唐川さんが、まあ、おー、いい、連勝した。あー、でも、連勝の後、すごい連敗してる。連敗が止まんない。あー、連敗が止まんない。中山選手がスランプ脱出。待って待って待って。これは、あ、でも勝ったぞ。すごい点取ってる。あー、でも、次の日は点取れない。点取った次の日、待って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 、情報が多いよ。錯綜してる。情報が錯綜しているわ。まず、丸山選手が怪我をしたらしいんで、あーすげえ調子いいのにな。一週間離脱は痛いんで、竹岡選手が、スランプ出したみたいなんで、一軍に呼びましょう。で、あ、深い打ってる。うわ、マジか。でも、鈴野も打ってるしな。どうしよう。深い二軍で、サブこじつけさせよう。その間、どうしようかな。クリス使ってみるか、外野で。オーダーこんな感じで、まあ1番でちょっとクリスに自由に打ってもらって、で、太田選手は調子がいいんで、まあ竹岡選手が1軍に上げたけど、まあしばらくはベンチスタートっていう感じかなっていう、そんなオーダーでやっていきましょう。交流戦がもうすぐあるからね、交流戦ぐらいになったら、また、はい、なんか、いろいろいじっていくかなとは思うけどね。また浜田選手が2日なら大丈夫。すぐ帰ってくるさ。抹消するほどでもない。あ、オッケーオッケー。はい。お帰りなさいと。迎え入れましょう。あ、で、もうそうだ。よーし、じゃあ交流していく前に、まず新戦力見ていこうか。助っ人をね、助っ人が、あ、いっぱいいるね。ファラで、おー、2割3分で。でも、パワー B は魅力だね。ベイツ。パワー D で11本打つんだ。すげえな、ベイツ。フィギス、だいぶいいんじゃない？弾道4でパワー A。33本打ってる。すげえな。これは欲しいな。一応、契約もできるしな。フィギス欲しいな。どうしよう。まあでも、グレンフェルもいいんじゃない？グレンフェル、ちょっとあれ、ミート D か。でも、フィギス、ミート、未知数だけど3割2分打ってるもんな。ミート D で2割8分のグレンフェルがいるってことは、もうちょっとミート期待できるかもしれないしね。フィギス、いやでも悩むな。とりあえずこの辺外しておいて、キブレハンがどうなってるかな？それ次第。キブレハン選手の成績次第では、ちょっと、助っ人取ろうか。千山選手当たってんな。クリスも打ってる。須山はまあ、まだ勉強中って感じが、もう、太田選手めちゃめちゃ打ってんじゃん。鈴野も、プロ初ホームラン、期待したじゃない？記録してるね。長岡選手が2割3分、ちょっと物足んねえな。あ、元山選手が2割7分打ってるね。ちょっとショート、レギュラー、これ、入れ替わりあるか？浜田選手は調子いいね、今季は。七野もまあ、能力の割に打ってるね。キブレハン大失速してるじゃん。4割近く打ってた時のキブレハンはどこに行ったんだ？疲れもあるしな。今何歳？キブレハン。35か。あ、
割に、いやでも16打点は立派に仕事してるよな。浜田選手が20打点の中での16打点なんで、ピッチャーは、木澤投手は戻してきてるね、防御率。ひどいね。中継ぎも、あれだけ盤石だった中継ぎも、そして、でも7敗してんの、皆川。やべえじゃん。ちょっとさすがに、でも調整終わってる、皆川。寺島投手が調整中か。はいはい。山下投手も調整中なんで、じゃあ調整してもらおう。サイスニードさん、出番です。で、あと誰が調整中だったっけ？猪俣か。よし、藤木、行ってこい。で、あとは誰が調整中？寺島投手に代わって中継ぎで見たい人。できれば左が欲しいな。山野投手行くか？岡田俊也さん、まだやれると思う岡田俊也さん行こうか。でも近藤投手も見てんだよな。剛腕なのでもう右しかいなくなっちゃうな。どうしようかな。マクガフ、いやもう右ばっかだな。さすがに左欲しいんで、山野投手行っとくか。よし、決めた。もうフィギス取ろう。フィギス取って、キブレハンに代わって一塁で出てもらいましょう。依頼はもうここまででやめとこう。で、キブレハンに代わって、フィギスを、スタメンで使っていこう。ミート C。これは期待できるんじゃないか、フィギスくん。で、背番号23だとちょっとそれは違うんじゃないかな。後で変えとこう。で、長岡選手が、調子良くなさそうだったんで、下位打線に下げて、あとちょっとずつ打線に打順上げてます。こんな感じで、交流していきましょう。ここでね、出番プレイで、出番をフィギス選手の打席にして、で、自分で操作するってなってるんですけど、オートになってるんで、まあ、それで、フィギス選手の何かしらを見ていきましょうね。やっぱ楽しみですからね、もう。ミラクルロマンス初の助っ人外国人獲得ですからね。それ以外の助っ人の方は、もともとスワローズにいた選手たちなんで。さあ、じゃあ、フィギスを見ていきましょうかね。さあ、第一打席。ワンアウトランナー一塁という場面で、フィギス。さあ、球速いな。さあ、ランナー一塁に置いて、はい、まあ、初の打席ですけど。内角高め見送ってストライク。チャンス。第4球を。頼むぜ。これは来日初打席で、さすがにホームランはならんかったか。打点も、残念。まあまあ、でも。いいな、フィギスくん。期待しちゃうね。だが、点には結びつかず、そして先制を許してしまうという。この回のトップバッターはフィギス。いやなんか右上のやつがなんかテレビみたいな感じのね、あのテロップがかっこいいですね。打ちました。まあまあまあそんな日もある。これでワンアウト。ありません。さあ第3打席。ライト方向に追い風だぞ。また一塁に太田選手がいます。太田選手いいな。塁に出てるね。結構塁に出てくれる上位打線だと。しかも打率も良かったよね。まあ、打ちまくってんのかな、出塁っていうのは。オッケー、いいよいいよ、低めの変化球しっかり見極めて。さあ、そろそろストライクが欲しい。ここを狙って、きっちり右に合わせていく。うまい。パワーと技術を兼ね備えた、好打者、フィギス。いや、いいね。きっちり合う。すげえ、しかも顔もかっこよかった。フィギス、顔もイケメンだな。これはスターの予感がする。でも点には結びつかない。そして失点してる。さあ頼むぞフィギス。イケメンフィギス。風は追い風。さあそろそろ来日初ホームランを。そろそろって言っても初日だからね。今日獲得して、今日試合に出てるからね。まあ、でも常に2安打打ってるからね。それはもう外野フライ打つことだってありますよ。もう一打席からフィギス見たいけど、まあ、そううまくはいかんかったね。ロマン惜しくも逆転
いや、完封負けか。まあでもフィギスはやっぱり期待できるね。これから日本に馴染んでくれるといいなと思っております。で、今気がついた俺。今気がついたんだけど、交流戦始まった時点で26ゲームも差がついてんの。やべえだろ、今年。交流戦終わりまで飛ばしていこう。やばい、勝たん。あ、勝った。あ、山田選手が乗り、トカメ選手が乗り、ちょっと待って、乗り乗り多いな。乗り乗りブームが来てる。横倉1点目から乗り乗りか、ちょっと使っていくか、そしたら。サッカーへかな、いや、みそたか ?0 勝5敗。1勝5敗。うわ、どっちもどっちだな。で、トガメさん、どこで使うかな、中継ぎか。中継ぎもなんかそんな極端には、って感じ。あ、金久保投手も先発で見たいね。で、山田投手。ま、このスタミナならやっぱ中継ぎかな。次で、左なんで、まあ、ここの枠の入れ替えって感じでいこうか。さあ、じゃあ交流戦終わりぐらいまで飛ばして、あー、ま、あ、連敗が続くわ。待て、なんだってなんだって。山田選手覚醒7のスランプ。山田選手、いや、ノリノリで確かに上げたからね。どうだった。おーほほー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 、衰えてきたと思いきや、すごいな。で、七野がスランプだって。2割4分でスランプか。いや、これもう出し続けてもいいと思うんだけどな、七野に関しては。え、フィギスもう6本も打ってんの、すご。いや、大当たり助っ人でしょ、フィギス。すげえ。あとはどうしようかな。長岡選手がちょっと打率上げてきたって感じかな。まあ、もうちょっとこのオーダーで見てみるか。そしたら交流戦終わりまで見ていこう。わかった、負けた。でもそんなになんかゲーム差広がってない、いい交流戦だったんじゃないだろうか。そしたらもう一回全部チェックしてみるかい。あ、いいね、サイスニードさん、いいね。ノリノリ横倉炎上してんね。まあ、あーい、藤木、藤木いいじゃん。2点台は優秀だよ。皆川大丈夫かな、大丈夫かな。皆川、皆川即戦力だと思ったんだけどな、違ったかな。皆川大丈夫かな。皆川、あ、勝った。やっぱ、あ、待って、皆川の能力が判明した。横倉の能力が判明した。鈴野がスランプになった。そして能力が判明した。父のが帰ってくる。狛江の能力が、あ、待って、嘘だろ。待って、木澤選手の勝ち運がなくなっちゃった。マジか。あ、で、横倉の能力が判明した。まあまあまあ、期待通りって感じかな。もうスライダーが上がってるね。広橋、あれ、なんか思ったよりちょっとって感じね。あなた、だって球持ちはいいのね。なるほどね。で、あと誰だ、誰の能力が判明したんだ。あ、皆川、そう、皆川。まあ、期待の、いや、スライダーがなんか思ってたより曲がらない。そして8敗8セーブしてる。
守護神これじゃあな、守護神で8敗してるもんな、それはいかんでしょうと。うん、まあまあまあ期待通りって感じかな。チャンスは B じゃなかったか。でもなんかいっぱい特殊能力ついてる、いいね。ただスランプなんで一旦下げて、どうしようかな。こういう時に、こういう時に奥村選手か。中岡選手疲労溜まってんな。で、あ、狛江、狛江、あー狛江、狛江。でも窮地、これをカウント追い込まれたら強いんですよね。で決勝だと、まあ、メンタルは強そうね狛江、まあ、顔的にもメンタル強そうな顔してるもんね狛江。大分枠で入ってきた狛江、高卒1年目の狛江、まあまあいいんじゃないでしょうかね。そのぐらいか。ヒギスはまだわかんねえもんな。ヒギス8本打ってる、すげえ。そしたらこんな感じにオーダー設定しまして、じゃあまた、ちょっとね、クリスホームラン打ってるけど、やっぱさすがに打率2割切ってるとねって感じなんで、丸山選手をセンターで起用しまして、さあじゃあ残りの前半戦を戦っていきましょう。やっぱりね、あ待って、深井がノリノリだと、ノリノリの深井、あー待って待って、よっくらのノリノリが終わった。鈴野がスランプ脱出した、情報量が多いな。柴田選手はノリノリ、あ、膝をさ、負け運までついちゃった。勝ち運消えたどころか負け運ついちゃったの。1勝11敗、なるほどな。それは負け運か。で、誰がノリノリだったんだったっけ？柴田投手は使いたかったもんな。で、じゃあノリノリの終わった山田投手は、うわ、いいじゃん。しっかり抑えてくれてんじゃん。ちょっと疲れの溜まった近藤投手あたりを一旦リフレッシュ休暇。皆川また負けてる。もうさすがにもう無理でしょ。遅すぎるまであるけど、助けてくれマクガフ。やっぱりマクガフしかおらん。俺たちにはマクガフしかいない。横倉もなんかそんなあれだったな。結局勝たないまんま2軍落ちだな。これはどうしようかな。原樹里さん行くか。満を持して原樹里さんの出番だな、ここはな。で、野手は深江が、ま、ノリノリらしいんで、札幌寺今覚えさせてる最中なんだけど、ま、一旦上げるか。一旦上げて、わー、七の当たってないな。浜田選手打ってんな。丸山選手も打ってる。うわ、いいな、いいな。どうしようかな、深江。クリス、下げるか。いや、でもちょっと代打枠にクリスいてほしいな。もうちょっとチャンスを与えたい。となると、どうしよう。さあ、これでじゃあ前半戦を、おー、打ってる打ってる。待って、柴田投手が覚醒した。須山がスランプ。あ、フィースの能力が分かった。はい。いいね。じゃあ、ちょっと、あ、オールスター、はい、どうもありがとう。フィギスの能力が判明したらしいんで、フィギスの能力を見ようぜ。フィギス、お、だいぶ違うぞ、なんか。だいぶ話が違うけど。ミーとシーじゃなかったの、2段階落ちてるよ。パワーも落ちてるし。選球眼がいいってのはいいね。あーなんか違うな。なんか違ったよな。それは違うよなって感じがする。他はどう、なんか、あークリス調整中か。OK分かった。じゃあ鈴野をあげよう。長岡選手、そうだ、疲労が溜まってる。七の調整中。七のはもうずっと出てくれ。オールスター休暇で、長岡選手、疲れ取れないかな。調整明け、はいはいはい、なるほどね。
いやー、1勝2セーブ、1ホールドポイント、さすがのマクガフ投手。そしたら、前半の成績を見て、そろそろ終わりといたしましょうかね。記録室。セリーグ記録はいいな。もう、ロマンスだけ見よう。木澤投手は一応規定には達してるけども、12敗という、1勝12敗という、防御率も、まあそんな悪くないんだけどな。3点台なんでちゃんと仕事してるとは思うんだけど、まあこれは負け運つきますわなって感じで。宮川はちょっともうひどいなこれ。休敗してる守護神はちょっと困るね。酒井も結構投げてんだね。でも1勝9敗。勝たんなぁ。最多勝誰だよ、うち。唐川さん。唐川さんさすがですね。はい。一番負けてんのは木澤投手か。一応セーブは上げてんだね、皆川もね。それ以上に負けてるけどね。もう前半だけでこの登板数やべえだろ。完封、まあ、完投も当然してないね。クオリティスタート12回で12敗してんの？かわいそりゃ負け運ですわ。ひでえなぁ。規定はこの4人が達してんのか。太田選手今年いいね。浜田選手も、まあ、2割5分でホームラン16本勝。これはかなりいい。七の方は規定届いてるけど2割いかないと。ピッチャーが打ってるね。深谷がノリノリですんで、まあ、あと丸山選手も調子いいね。いいな、いいな。最多安打は、浜田選手とかになるのかな。ああ、そうだね。で、ホームランは、ああ、フィギスいいじゃん。クリスもね、やっぱ調整中とはいえ、調整中とはいえ、もう5本打ってるってのは嬉しいですよね。打点も浜田選手かな。内山選手が2番なんだね。点検打率2割8分。いいじゃん、いいじゃん。ちなみに、バントはやっぱあんましないよね、うち。盗塁は丸山選手走ってんね。七野が意外と走ってんな。成功率そんな高くはねえけどな。じゃあまあ後半、あ、待って待って、守備守備。そらしたりはしてないとみんなね。バンバン走られてんね。バンバン走られて、8個しか刺してない。一数が35、まあまあそうね。出番的には、そっか、出番が違うか。いやでも内山選手だいぶ刺してるからね、いいね、阻止率4割か。肩もなんかそんな特別いいわけじゃないけどね、ちょっといいぐらいだけど。よーし、じゃあ今回はこの辺にいたしましょう。また次回もよかったら見てってくださいね。それでは失礼いたします。